小松照久8月12日から1970年11月5日は、北白川の宮家出身の家族、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。皇族時代は、照久王という、ジュニー、君一等公爵母書は、東京都文京区にある五国寺。伊勢神宮大宮市の小松清久氏は孫にあたる。小松照久と、家族、 北白川宮義久親王第四王子。長慶高級王は特に、武田宮家を創設し、慈恵延級王は溶接し、北白川宮家は三阿成久王が相続した。皇族の指定については、陸軍幼年学校、陸軍士官学校、海軍兵学校等への入学は、無試験で天皇の許可のみで許されていた。海軍兵学校への入学を希望していたテルヒソに、 ついては、吉久新王妃、風刺の強い要請によって、海軍の難職を押し切り、一般の者と共に試験を受けそれに合格して、入学した。入学時の席次は180人中160番だった。21歳で、海軍小移候補生の時に、親戚降下し、小松公爵家を創設する。これによって1九百三年に、小松宮秋人親王が講じて、 以来断絶していた小松宮家の祭祀を承継する。なお、将の親戚効果に際して、従来は白尺を賜っていたが、公尺を賜った初めての例である。海軍兵学校の同期生としては、井上成美大将や小沢寺三郎、草勝富一の両中将らがいる。皇族軍人の席次は主席であるのが通常であるが、入校時122番。 卒業時は26番である。これは、テルヒサオが特別待遇を受けることを拒否したためであった。卒業後は一貫して終戦間際まで帝国海軍の軍部に服する。海上勤務と共に海軍大学校など教育畑の勤務も多かった。戦後は、旧皇族の中で唯一の先犯として実刑判決を受けて服役。出所後は、平安神宮宮司を務める。 エルヒサオに関するカテゴリー、ありがとうございます。